村上万博は、愛知県弁護士会所属の日本の弁護士、中央大学法学部卒、講師母子殺害事件において、被告人の弁護を安田義博、足立修一、岩井新羅20人の弁護士と共に担当。同事件は最高裁判所第三章法廷が2006年6月20日の上告審判決で、本件において、 死刑の選択を回避するに足りる、特に酌量すべき事情があるかどうかにつきさらに、慎重な審理を尽くさせるためとして一点二審の無期懲役判決を破棄して、審理を広島高等裁判所へ差し戻しており、され後に改めて開かれた控訴審の弁護団員となる。しかし、その弁護戦術があまりにも被害者や遺族を苦労したとして、マスメディアや世論から多くの批判を受け、 懲戒請求が所属弁護士会に殺到する事態も見られた。結局、同事件では2008年に死刑判決が言い渡され、被告人側が上告したが、2012年の上告審判決で被告人側の上告が棄却されたため死刑が確定した。講師母子殺害事件について、大阪弁護士会、愛知県弁護士会の会員などを対象とした報告集会において、 詳細な報告を行った。大阪弁護士会、講師星殺害事件弁護団緊急報告集会。愛知県弁護士会、講師星殺害事件弁護団報告集会。ありがとうございます。